伊助です。今回はですね、ってなんか恒例みたいになってるけど、シリーズものになっちゃってるけど、前回ね、日向トリックを、ハイテンションでお送りしましたけども、その中でまたね、ちょっと浮気仕掛けた部分があったじゃないですか。今回はね、夏ですよ。夏を攻略したいなと思って、いや可愛かったよね、夏もね。いや前回は自分が女の子キャラでゆりゆりしい感じでやりましたけど、今回はねまた男キャラに戻ろうかなと思います。っていうのもね、夏のゆりっていうのもいいけども、夏って結構男勝りな感じの女の子じゃないですか。だからね、この男勝りな子が男の子に惚れていく様子っていうのはすごく可愛らしいと思うんですよね。そこをちょっと見ていきたいんでね、自分は男キャラで作って、誰してまた大輔くんですよ。以前下戸校に入学してアキラを落とした大輔くんが再び、今回は五輪高校かな、夏のいる五輪高校に入学してね、攻略しようかと思います。あ、この子ですね、今ね映りました、夏。バレー部の女の子、背高いんだよね。賢いな、相変わらずオープニングが。いやだからさ、これもちょっと決めたんですけども、せっかくさ、もう今回で3回目でしょ、これやってんの。もうこのジャスティス学園にいる女の子のキャラクターを全員攻略しようかなというふうに思いました。だから今回は夏ですけども、次回は、パシフィックハイスクールのティファニー、その次は先生の京子、そしてラストが、太陽学園のラン。そのね感じでハーレム革命を私ハーレム革命を起こそうかと思うんですけどね。ハーレム革命といえば、もうこれをまさに現役でやっていた中学生の時の私の友人が貸してくれたエッチな本のタイトルがハーレム革命っていうタイトルだったっていう、ハーレム革命を貸してくれたてっちゃんですよ。てっちゃん元気にしてるかな、元気にしてるかな、こんなところで心配してもしょうがないけど、ハーレム革命を起こします、僕はこのジャスティス学園で。今回は夏、一体全体これどういう感じになるのかね、毎回予想つかないんで、今回も頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。私立ジャスティス学園熱血青春日記2、始めていきましょう。それじゃ あこれですね。さあまたね、キャラクターを作るところから始めますからね。名前はあれだよね、男キャラ同じやつでいいよね。だあれですよ、イフストーリーですよ。もしも下戸校に入らずに五輪高校に大輔くんが入っていたらという感じですね。あ、どうも委員長、毎度どうも。そうですね、もう大体ゲームの方は分かってます。ああ、そうか、入学試験があるんだね、最初ね。でもこの最初の入学試験はね、もう結構答えられるところまで来てんじゃないかな。あ、その前にこれか、入学願書。伊助、伊助、くーぼーた、よしよしじゃねえよ、誰だよ、くぼた。全く知らねえ名前だよ、誰、伊助くぼたって。まあこっちが本命です。呼び名は大輔、仲良くなったらね、大輔って呼んでくれますからね。いや夏に大輔って呼ばれるのすげえ嬉しいな、大子ちゃんより嬉しいよ。今回は五輪高校、でまあ悩むけどやっぱ男だな今回はな。まあ誕生日は毎度おなじみ、自分の誕生日で。得意科目じゃあ体育にしてみようか。五輪高校っていうぐらいだからね、運動が盛んな学校ですから体育だからね、あれですよ、体育キャラらしく豪快、根性、努力、これでいきましょう。大会系だな、うわすごい、何これ、強ししっかりしなさいじゃん。あ、帽子、じゃあ帽子かぶろうか今回は。前こんなだったっけ、あ違うな、あこれだ、この
人殺してそうな目、この目ですよ大輔くん。でなんか口がイーってやってくし毛生えてるやつですよね。多分同じのもあると思うんだけど、うん、あーこれだこれだ、うふふ、指名手配犯じゃん全然運動してるやつに見えねえよ、なんだこいつ。でまあこの子大輔くんで、こいつ大輔くんでいきますんでね、モテねえだろうなこいつな。お先生よろしくお願いします。先生もねいつか攻略しますからね、覚悟しておいてください。京子先生、分かってます。入試試験始めましょう。これはね結構答えられますよ。サッカーを得意とするキャラクターはロベルトです。はい、よーし、2列に手にグローブをはめていないキャラクターは次のうち誰、ロイ、あ違うの全然違ったね。キャー、ヒデオは、国語、お危ね危ね。問題、4人のうちで一応身長が高いのは、あ、なっ、はい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 、大丈夫大丈夫よ、クレーバークレーバー、落ち着いて落ち着いて、4人のうち男性でないの、何だ、男性でないの、あ、アキラ、あ、違う間違えた、おそもそも間違えた、落ち着け落ち着け落ち着け、ネクサル、しょ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 、問題、与党高校の、誰、アキラも、はい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 、問題、ジャスティス学院の生徒会長である、なんとかは、京介、京介、今まさに名前の読み方がわかんねえ、野球のバットにも揃ってるのは、ショーマです、はい、問題、新キャラクターである、これ中では何年生、3年生、おでも間違えたのは2問だけか、あんままあいいんじゃないですか、まあこんなもんですよ結構自信満々に言ってたわりに、うん、あ、どうもありがとうございます。おうおう、あーやっぱ初期パラメータでも根性が一番高いですね、体育会系ですね。さ、入学式でございます。五輪高校の入学式はどんな感じかな、うん、気合いで早めに来たんだけどちょっと早く過ぎたかな、うー早起きは気持ちいいな、お俺より先に来てるやつがいるぞ、あれはショーマ、おお野球少年だね、ショーマ高校球児だな、こいつはあれだね、ショタ狙い、お、来ました、今回の本命夏、夏可愛いじゃないですかやっぱりね、俺こういう子好きですよやっぱり、ちょっと身長高くて筋肉質な感じの子っていうのはすごくタイプなのですね、まあ俺のことはいいかお、ロベルトサッカー部のロベルト、サンバイザー深すぎ、あへへ、うん、なんてことを言うんだよ、ほらショーマ、やれやれ入力するそうよくやるね、あなんかこの二人はこういうなんかちょっとね喧嘩するほど仲がいいっていう感じなんだ、うんやんちゃだな、ロベルトがなんかこのなんかね真ん中の立場にいるわけだ、なるほどなるほど、ボール入学式の前にキャッチボールやんのかよ、全くだ、全くやりたくないな、マスのバレーレバレー練習も別にやりたくないけどな、いやでもまあ今回はね俺だからクラブもバレー部に入ろうかなと思ってるんですよね、俺が決めんのかい、うん、キャッチボールとパス練習とPK 練習を入学式前だぞお前らなんでそんな運動しなきゃいけないんだよ、いやでも今回は、パス練習夏狙いなんでね、パス練習やっていきましょう、ほんとどれを選んでもまずいような気がするよ、じゃあパス練習かな、うん、やろうか、はいトース、うん、いつでもいいわよ、ソーレソーレットあっ、何パリーンって校長室、またベタな感じのことやっちゃってんな、全然運動神経ねえじゃんいきなり校長室の窓割っちゃったよ、うん、お連帯責任、おやっぱみんな体育会系だな、すごくありがとう、あまた写真撮られちゃったよ、なんだろうどうせなんか太陽学園の放送部がなんたら放送部だっけ、新聞部なんたらかんたらみたいな、うん、ラーン、うん、新入生校長室のガラスが
赤い撮らせてもらっちゃったの、撮らしちゃったの、うん、新聞部ね。全然スクープにはならないと思うけど、そうだよ、事故ですよあれは、うん、なるほどね。このランちゃんもね、後々公約しますから。うん。あ、これ流れ先輩ですね。ねえ、相変わらずすごい筋肉だな、流れ先輩は。うん。あ、翔馬のお兄さんなんだね。こっちのね、爽やか青年は。うん。こういうやつモテんだよな。こういう感じのやつね。高校球児。翔馬と違って真面目に野球やってそう。別にあいつが真面目にやってないわけじゃないとは思うけど。あ、この人じゃなかったっけ、バレー部の顧問は。バレー部の顧問、沖田先生、濃いなー。でも元全日本の代表、すごいですよ。沖田幸太郎。今回はね、沖田先生と一緒に世界目指しますんで。いや、俺は夏と一緒にさ、バレー練習したいんだけど。でもまあ沖田先生の下でね、一応とりあえずバレエやってれば何かしらこう接点があるだろうから、うん、おー演劇部ね、演劇部もいいな。ちょっと今度は演劇部にしようかな。じゃあねえ、おカノフィリア連載中。どうぞよろしく。おサッカー部ね、俺と、いや、このマネージャーすごい可愛いんだけど、どうしてもなんかちょっと、ビッチ臭が抜けないんだよなぁ。なんだろ、俺の中のこのサッカー部のマイナスのイメージが大きすぎる。さて、じゃあ、今回はね、バレー部。攻撃力、体力か。おー、いいじゃない。じゃあ、バレー部に入ります。はい。バレー部か。実際問題は私、身長185センチありますからね。バレー向きだとは思いますよ。説明飛ばします。先生、すいません。大体のことは分かってますんで。あ、もう、用はない。はい。なるほど。了解です。もうあんたそればっかりだな、世界狙ってんな。お、遠足だ。遊園地ね。おー、これを見るとこっちの服装の方がいいね、制服の方がね。ロベルト待ち遠しかったんだ、遠足可愛いとこあるんじゃねえか。おー、翔馬、こう見ると筋肉ムッキムキだな、お前。大丈夫だな、お前が一番見た目ガキっぽいけどな。おー、夏もいいね。制服姿ね。楽しみだったんだ、かわいいね。そうだね。あ、土日も練習三昧。ロベルトサンバイザー深すぎ。ゲームコーナー、なるほど、わかりました。皆さんはゲームコーナーに行くわけですね。了解です。じゃあ後でそっち行きますんで、はい、ここでまたランに誘われる毎度おなじみの流れですね。いやー、ごめんなさい、今回もうちょっとランの誘いは断らさせていただきます。ごめんなさい、そのうちね、そのうち。今回はね、行きたいところがありまして、そこはゲームコーナーだね。ゲームコーナー、ゲームコーナーって何、遊園地の、あ、ゲーセンってことか。遊園地まで来てゲーセン行くのかよ。アトラクション乗れよ。ロベルトゲーセン好きなんだ、意外だなあいつ。本当だよ、なんでゲーセン行かなきゃいけないんだよ。みんなでゲーム、まあまあ、じゃあいいね、やろうよ。
どのゲームで遊ぼうか。うん、すごい大雑把で、どんなゲームなのか全然わかんないな大型ゲームって。ロベルトゲームうまいんだ、意外だな。サッカーにしか興味ないようなやつだと思ってたわ。なんで俺に振るんだよ。じゃあ街のゲーセン行け遊園地アトラクションのやつね。じゃあどこ行こうかな。まあ夏バレー部だから体育館にいいんじゃないのかな。やっぱ夏に会いに行きたいっすからね。あれ、太陽学園の BL コンビじゃないですかまあこの二人じゃね、ちょっとまあ今回はあんま関係ないんで立ち去ります、ごめんなさい。あ、グラウンドとか聞いてた。グラウンドでバレー練習ってのもあるんじゃない。うん。おー、夏とロベルト、言い争ってる、どうしたんだよ、喧嘩してんのか。場所取りかこれ。そんなことで一体何が先なんだ。あ、なるほど、どっちのチームが先に大会で優勝できるか。はい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 、なるほどね。なんかサッカー部はチームプレーがだいぶあるのかな。おバレーもだいぶまあ俺もね、やっぱ言ってもバレー部入ってますから、ここはね、夏のいるバレー部、自分バレー部ですから、自身のバレー部をね。お、今度私の手作りケーキ作ってあげれば。あらららららら、マジっすか、ありがとうございます、お願いしますすいません、ロベルトさんすいません、サンバイザー深すぎ今月は中間試験か。はいはいはい。お、なんだ？うりゃー、うりゃー。お、しょうまか。おーい、しょうまーって、なんかそういう感じの漫画のタイトルあったな。朝から大変だな。朝練か、なんか朝練って響きも懐かしいな。お前バットでかすぎねえかすーげえ、とんでもねえバット持ってんな。大人用のバットってわけでもない気がするんだけどこれ。長い方がよく飛ぶそうかな。フォームの前にまず前髪をどうにかした方がいい気がするお前帽子ねえならどんな髪型なんだお前。ここはね、迷いを払って無心に素振りする方が昭和に合うんじゃないかなと思うんだよね。悩んでたのか、お前何悩んでんだ。お、ほらいい感じじゃん。もういいってことよ。なんかほんと、青春だな。あ、かわいい、昭和。あ、なんか、いいね、こういう初学校もね。体育会系の初学校。これは、これで人気出そうですね。お、バレー部の練習じゃないか。先生、よろしくお願いします。どんな感じか。お、結構上がんな。お、全部上がったよ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。おや、指立ちちゃった。オッケー、頑張ります。はい。何がある？おー、はい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 。そうね、今ちょっと攻撃力少ないから、スパイク練習しておこうかね。知力ねえけど。知力全然ないのがさらに下がっちゃうけど、まあええよ、知力は仕方ない。はい、スパイク練習。おー、こういうのやったよ、体育で。グーだ、初めて上出来だな。マジっすか、ありがとうございます。よろしくお願いします。バレエの星を目指そう。熱いなー、先生。中間試験ね。わかりました。
5月10、あーそっか、またどこ行こうかっていう話ですよね、話ですよね。じゃあもう一回体育館、うん、おロイじゃん、まったくジャパニーズはこれで満足してるのか、信じられないな。あらボーマンじゃないか、ボーマン、いやボーマン、ボーマンのとこ行きたいけどな、ごめんなさい、ちょっと夏の夏探しに行きたい、ごめん、うん、ちょっと物質と行ってみたいんだよね。ここら辺にいたりするんじゃないかな、夏は。うん。アキラとエッジ。あ、このイベント前も見たね。うん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 。ヘルメット取んじゃなかったっけ？うん。アキラ。あ、かわいい！やっぱね。やっぱ初恋ですよ。初恋はアキラだから、いろいろ浮気してるけど初恋はこの子だからね、可愛らしいっすね。ここでさ、いつもアキラの効果能を上げようと思ってエッチ止めてたけど、俺今回自分もやっちゃおうか、調子乗ってね。今回の大輔くんは下道校じゃなくて五輪高校の大輔くんだから、俺もやっちゃう、なんかダメそうだな、俺もやってみよう、はいっと、あはは、可愛いな、ふふいふふい、好きな子はいじめしょってやつだな。うん、怒られちゃう。うん。え、何これ。うわ。ボコボコにやられたのかな。うわ、体力下がっちゃったよ。うわ、うわ、うわ、うわ。でもまあまあね、普段は見れない、ちょっと怒ったアキラですよ。ん？あ、週刊試験か。うん。先生、頑張ります。問題。どうしよう、どうしよう、正しいのは。三角。はい。問題。勝利ポーズ中に方向キーを押すと、カメラアングルを変えられる。はい。問題。軸移動と正しい方向は、わからない。問題。根性ゲージが一番溜まる方法は挑発。はい。問題。愛と友情の2プラトンの発動図。わからない。問題です。通常より高いジャンプ、ハイジャンプは、バツ。正解。はい。下上ね。問題。根性カウンターとして出せないのは次のうちどれ？わからない。相手の投げに対して投げ技が対抗できるのはわからない。おお、当たったよ。空中投げね、覚えとこう。空中投げ、熱血運動に正しくないのはわからない。かん。問題。相手のスープラトンの発動方法に正しいのはわからない。はい。でもまあ1,2,3,4,5 5問半分、まあまあいいじゃないですか、半分当たれば。うん、あ、ちょっと微妙な感じ。おー、でもちょっと上がった。悪くない、悪くない。おー、今月はタイピー戦だ。なるほど。バレー。うん。はいはい。こんな感じ？わかるねー。いいね、いいね、いいね、いいね。そうだなー。こんいやー、これ悩むなー、結構なー。攻撃力、防御力、体力が結構ね、バランスよくいってるから。あ、これいいじゃん、ランニング。体力が大きく上がると。しかも下がるパラメーターもない。走りましょう。やっぱ足腰がまず大事ですから。走ることから全てが始まります。ランニング、おー、いいねー。体力ゲージ上げとかないとさ、桜と戦うときついから。了解です。また来月。なんだ。あ、これ夏じゃない。お、これも前あったよね。前回がな、日向の時。食べよう食べよう、一緒にご飯。昼は俺何食ってんの。あ、パン買ったりね。はいはい。なんかあれだね、夏は結構こうやって料理を作ってあげたがりだね。なんか最初もね、なんかケーキ作ってあげるみたいなこと言ってたもんね。お弁当作ってよ。今度作ってきてあげるよ。どんな料理が好きなの？あ、一般的に好きな料理。
いや、俺好きなのはハンバーグ、カレーライスだけど、この前これやったらちょっとバカにされたから、かといってフランス料理はね、印象あんま良くない気がするし、俺やっぱ刺身、煮物、魚料理が好きなんですよね、どちらかというとね。これ行きましょうか。まあそんな悪くない選択肢じゃないのかな。あ、渋い趣味って言われちゃった。おお、やっぱすごい、意外とちゃんと女の子らしい女の子だね。お弁当が楽しみだな。あ、これフラグになるんじゃないですか。後々もしかして好感度上げていくと、夏からのお弁当がもらえたり。そんなイベント楽しみにしてますよ。五輪、あ、台北戦、太陽高校とパシフィックハイスクールでは台北戦がやってて、五輪高校では五輪校新人戦っていうのをやってるんだ。新人戦、台北戦じゃないんだ。あ、ってことはあれか、ロイと一緒に走んねえんだ今回は。先輩、爆裂シュート、ほうほう、へぇー。流先輩テンション低いなぁ。ああ、はいはい、五輪祭だよね。なるほど、なるほど。あ、はい。先輩方。おぉ、なんだ、畜生、全然ダメだ。しょうま。爆裂シュート、これサッカーですよね。本当だよね。しょうま、その格好でサッカーやりみたいなのか。ほうほう、ほう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 。なんだ、しょうま全然サッカーできないのか。それは悪いな。自信満々でいきましょう。すげえ怒ってる。おー、任しとけ任しとけ。俺がね、2500点以上取ればいいわけだな。了解了解、やってやるよ。俺のサッカーセンス見せてやるよ。バレー部だけどな。サッカーなんてゴール決めたことすらねえよ、もう一回も。一回クラスの体育で自殺点決めたことがあってさ、あの時なんだろうね、あのサッカー部のなんかマジな感じ。こうストラックアウトみたいなやつですね、これね。だからね、点数高いとこ狙いいいんですよ。まあ、この辺かな。やだ、おー、いいじゃん。500だ、真ん中、真ん中ですよ。こんなんじゃない、ほら、あ、このど真ん中切りゃいいんじゃない。だから500、よし、じゃあこっち、この辺か。あー、ちょっと上すぎたかな。あー、500だな。500、お、上、え、こんなもんか。じゃあ、あれ、端だな。じゃあこっち行くか、もうちょい、この辺か。ほら、あー、でも500いった。あれ、でも2400か、2500いかなかったな。これ、ショーマにボコボコされんじゃないのか、俺大丈夫か。あれ、やべえ。自信満々に言ったのに、ショーマより上になって、うわ、失望されてる。あー、夏にまで失望されてしまった。うわ、勝ち誇ってる。すいません。あー、夏大人だな、やっぱりな。落ち着いてる。あ、でも爽やかだね。
いやでも結構よかった方だよ俺にしては。うわちょっと勘弁してくれよ。結構下がったな今な。じゃあちょっと今月もね、まず体育館、体育館行けねえのか。じゃあ物質行ってみっか。うん。ちょっとね、興味ないっすね。グラウンド行ってみましょう。ね。いそうなところに。ボーマンかぁ。おぉ、ティファニーかわいいね。期末試験？それ言うなら期末試験だろ。ボーマンかっこいいな。ロイ、お前高校生じゃねえだろ。お前絶対、お前らサブ読んでんだろ絶対。じゃあ一緒に考えてやりますよ。かっこっすね。何今の会話。何にもしてないですけどね。パシフィックハイスクールですね。次回ね、パシフィックハイスクール入ろうと思いますから。今の3人の輪の中に入りますよ。はい。お、もう7月だな。早いね。いいね。どんどん上がると気持ちがいいね。じゃあランニングしとこうかな。今月もな、とりあえず。とりあえずまずは体力上げとこう。よし。グーだ。お前の読みが早いな。期末試験。暑い中バレーはしんどいだろうな。最近の体育館もね、別にクーラーとかついてないだろうしね。最近の部活動の方がしんどいだろうな、猛暑でな。でも俺が学生の時はそんな40度近くとかそんななかったもん。何今のおっさんトーク。いいよ俺のおっさん話は。気持ち悪いなこいつ。あ、でも中身試験は夏になって、よかった。島津流陳列直剣かな。そんなんが使えんだ。あれこれ何するやつだっけ。避けるやつか。はい。よし、今回もね合格していきますよ。行ってきなさい。行くぜ。よーい、はい、始め。早かった。そこまで。合格じゃないですか。おい、ありがとうございます。これ合格するとね、パラメータも上がるから、だいぶね慣れてきたね、アキラの時に比べたらね。ありがとうございます。よし、いいぞ。あ、でもこの後は現在6連敗中の桜戦でございますね。こいつ勝てないぞ絶対。いや頑張るけどさ、格ゲー苦手なんだよ俺。よし、見てこの顔。顔なら負けてねえんだけど、すげえ勝ちそうな、強そうな顔してんだけどさ。どうやりゃいいのかな。なんかハメ技とかありゃいいんだけどさ。やるぞ。スト2みたいな感じにはいかない。あ、体力ゲージ埋まってないな。よし。うわ、外れたしな、技。うわ。
せめて一撃入れたいな。ちょ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 、やばい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 、コールド負けやばいって。よし入った、昇竜拳昇竜拳、しょ、あ、やばい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 、よし、うわ、いや無理だよこれ、やっぱ無理、絶対勝てない、8連敗もうどうすりゃいいのかね。いやー、これはちょっと難しいな、この子はな。今月は、じゃあちょっとまた体育館行きますよ。もうね、今回は体育館攻め。あ。俺ね、このイベント全然見たくないけど、知ってるから見たくないけど、なんかね、見なきゃいけない気がすんだよね、俺。わかってるよ、ボーなんだろ？もう、3回目だ、このイベントももう。いつもボーマン。ボーマンと一緒にトレーニングすんな。ビスケットオリバだよ、もう。筋肉がトレーニングするよ、これ体力上がるから。あれだろ ?800 回を3セットだろ、覚えたよ、もう。やるやる、わかったわかった。なんだ、またこれ。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。体力上がりました。ああ、しまった。夏探しに行けばよかったな。もう俺は、ボーマンの魅力には、負けませんよ。あ、これも何回か見たね。人を呼びに行くってやったことなかったね。うん。流れ先輩が。流れ先輩助けてくれるからね。うん。あら、相変わらずクールだね。クールキャラでもさ、このビジュアルだとそんなに人気出ねえんじゃねえかなと思うんだけど。どうなんだろうな、常に水泳キャップって。すげえ強そうだけどな。もっと夏の好感度上げていきたいんだけどな。あ、そうだ、プールがあったじゃん。プール行きましょう、プール。うん、もちろん誘うのは、あれ、いないな。あれ、夏っていた？いたよ。あ、最初にいたよ。夏、夏でございます。うん。出かけましょう。夏の水着って、どんな感じですか？うん。おう、カプコン。すげえ、もうこっからでも腹筋がもう割れてんのがわかるよね。で、こう、肩幅の広い感じとか、俺、何がぴったりでございますこれ。好きですよ、この体格の良さ。うん。私はこのプールの責任者でございます。誰だ、お前。うん。新作水着の発表会？そう、モデルってことでしょ、つまり。うん。おー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 、まさにぴったしじゃないですか。やってみてくださいよ。どんなリアクションするのかすごいみたい。あはは、かわいい。やっぱね、普段男勝りな子がこうやって照れたり汗をかいてね、困惑してる感じってすごいいい。しかもね、これすごいこの女の子らしいモデルっていう、うん、調子とプロモーション。あ、これ係員分かってんなお前。よく分かってんな。嬉しそうじゃん、しかも。あ、そういうこと、やっぱ女の子らしいこと言われるの嬉しいんだ。夏もおっぱい大きいな。おっぱ大きいな、お前な。うん。やってみな、やってみな。うん。ぜひぜひ。どんな感じでやってるんですか？見たいっすね、イラストでね。うん。夏大丈夫かな？うん。パレードタイプ。だけ大きく拍手するだけでしょうか。パチ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 。おー大きな拍手、素晴らしい、アクセレント。これ
いいね。いや、あのスポーツタイプの水着も俺は夏に合っててよかったけど、スパレートタイプだ。いいっすね。うん、ずーっと見てられるね俺。いや、いいっすよこういう感じ、ほんとに。うん、おー、いい笑顔してるじゃないか。あー、これ優勝だよ間違いない。うん、どうだった？まだその水着着てんのか。楽しかったか、よかったじゃん夏。意外とそういうことやっぱ好きなんだ。覚えとこうそれは。あ、本当に。かわいい。かわいい夏。おー、いいじゃないですか。おー、デートだねもうね。いや、いいな。ちょっと恥ずかしかったけど楽しかった。あもうね、ほんと、いつもうるさい実況で本当申し訳ないんですけども、今ここで俺やっと本当に夏への気持ちが芽生えたね俺の中で。デートって言われて、なんか照れちゃうねっていうこのセリフを言ってくれた夏に僕は恋をした夏でございます。ありがとうございます。ありがとう様、ありがとう様。いやいやいや、本当にね、プール来てよかった。いやいや、よかったよかった。今までやっぱね、アキラとかひなたとも一緒にプール来ましたよ。でも今回の夏のプール編はね、がっつりハート掴まれたね。今俺の中でやっと心が決まりました。正直ボーマンって言われてました。ここに行ってボーマンルートに入っちゃっておちゃらけるっていう、そういう展開もちょっと俺の中で考えてましたけど、夏だな、もう完全夏だわ。ええ、はぁ、疲れちゃった。幕しちゃってるように喋るから疲れちゃって。さあさあ、じゃあ、体力が、あ、これしようか、スパイク練習。うん。おい、S を狙え。疲れちゃった。俺もう疲れてきちゃった。8月でした。毎回ノー編集でお送りしているので、2時間ぐらいぶっ続けでやってるんでね、2時間ぐらいぶっ続けで喋りながらやってるから、いつもね、これ終わった後ぐったりしてんだよね。濃い1年間ですよ。うん。臨海行きましょう、臨海。はい。あれ、流れって先輩なのに一緒に行くんかい？まあまあ、細かいとこはね。この作品で細かいとこは言っちゃいけないから。なんか青春のやりとりしてんな。永遠をするんですよね。夏の海。夏の海ですね。ん？そうっすね。じゃあ今回はまた別の選択肢、無理せず自分のペースを守りましょう。僕はね、無理してなんか怪我とかしたらもうバレー部に響くから、水泳は楽しいものだからな。俺泳げたっけな。一回あの授業でクロールしてたら助けられたことあったんだけどな。大丈夫かってことがあったんだけど、いや、クロールしてたんですけどね、つって。溺れてんじゃないんですけどね。ランも可愛いよね。ランのこの水着姿も好きですよ。しかもビリかよ、俺。
あおう。やります。BG フラッグを。ぜひぜひ。うん。カプコン。あの時の水着着たい。おお。アメリカン。あお。あお。発展登場。夏っちゃんって言われてんかい。今回夏っちゃんとね、怒ってる。うん。大丈夫、そんなね、嫉妬しなくても大丈夫ですよ。僕はね、夏っちゃんと遊びますからね。うん、行きましょう。はい。何するっつったっけ？ビーチフラッグか。うん。お前、いつもバット持ってんな、お前な。サンバイザー深すぎ。はい。うん。よし、始めようぜ。ザザ。おー、いいアングルですね、これまたね。やっぱスタイルいいね。ロベルト。ロベルトじゃねえよ。ナツだよ。ナツスタイルいいっすよ。ボンキュッボンですよね、まさにね。出るとこ出てて、引っ込んでるとこは引っ込んでる。すごい、まさにモデル体型。お、じゃあね、夏を応援しますよ。夏、頑張れ。もらった。ズザズザ。ああ、よかったじゃん。あ、そうっすか。まあね、シュウマの方がよっぽど猿っぽいからな。ロベルトはいつもこんな感じのポジションなんだな。じゃあ、ショーマたちのところですね、これはね。はい。何すんのかな？うん。サッカー中継。うん。泣いた、お前ら。テレビが見たいのか、そっかそっか。でもそういうやりとりあったな、こういう合宿みたいのにな。うん。チャンネル争いか。そっかそっか。でもなんかこういう場所で見るテレビってさ、みんなで見るテレビって、普段見るテレビとは別の楽しさってのがあるんだよね。なんかそういう思い出があるわ。修学旅行とかでもさ、全然違う場所に行ってテレビ見るから普段見れないようなローカル番組とかやってて、みんなで突っ込みながら見たりするのが面白かった思い出がありますけどね。俺が決めんのか、何の番組いいのか。うん。どっちも見たくないんですけどね。うん。なるほど。だからこれはサッカー中継がロベルト。あ、サッカー中継がロベルト、野球中継がショーマ。で、流れに任せればいい流れでしょ。洋画劇場がじゃあ、夏ってことじゃないのかな。意外と映画好きなんすか？レジデントイビル。なんすかそれ。そんなのありかよ。本当だよな。しかもホラー映画って何なんだっけ。テキサスチェーンソーだっけ、なんだっけ。違うな。レザーフェイスは関係ないよ。うん。ホラー映画怖いのか。うん。あ、でもみんなで見るホラー映画ってのもな、面白いからな。夏はホラー映画見れるのかい。あ、落ちた。まあまあ、いい思い出じゃないですか、こういうのもね。うん。なるほど。8月になりましたね。8月になりましたねって、前も8月か。じゃあ、体育館行く？また。うん。お！発見です！なんかお前らいつも一緒にいんな。焼いちゃうぜ。あー、はい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 。輪切りのレモンですよ。これ前もやりましたよね、確かね。うん。あ！気持ちいい汗？なんか変な感じがしないでよ。
熊田のエッチそうやって考える方がエッチなんだい。まったく、まったく思春期なんだから仕方ないよ、高校生なんてそんなことばっか考えてんだから。夏だってね、そういうこと考えますよ。君がいた夏は夏祭りに行きます。はい、夏もね、浴衣で来てくれるんでしょうかね。おー、いいじゃないですか、似合うね。うん、なんか髪型もあってね、この和の感じがすごい似合うわ。うん、あー、これはね、浴衣自体を褒めるんじゃなくて、モデルみたい。またね、モデルって言われるの夏嬉しいですから、この前のね、プールの意見もあるから、モデルみたいって言ってあげましょう。うん、モデルみたい。あーはーほーなるほど、そうやって照れる。あー、顎のところに、うちは思ってくかい酔っ払ってんのか、俺。大丈夫かそう来るかい。いい絵描くね、このイラストレーターさんね。うん。うん。いや、だいたいいくらでも待ちますよ、僕は。うん。本当に似合ってる。あーい、あー、このところにうちは思っておるかい。で、照れるからやめて。もうすごいな、夏は。夏、もう、惚れてんじゃないかな、これ。いや、もうリアルでこれ、こんな反応されたら、惚れてるって勘違いしちゃいますよね。で、振られるパターンですよね、リアルはね。調子乗っちゃって、ラインブロックされるパターンですよね。かわいいね、ほんと、夏は。確かにね、タイの食べ物っていいよね。え、なになに、なにこの流れ、なに、おい、なになに、いいよいいよ、そんな改まって俺なんていいよいいよ言わないで。なんだよ急に。練習ばっかりで。あ、本当によかったよかった。なんかそういう風に言われるの嬉しいね。いや、こちらこそ来てくれてありがとう。いや、いい雰囲気じゃん。なんかね。ここで手ぐらい繋げるような気がするんだけどな、もうな。でもまあ、大輔君奥手ですから、なかなかいけませんよ、そうとは。あ、クラブ変更の時期ですね。クラブ変えません。バレー部でいきますよ。そのまんま。院長も可愛いな。いっつもジャージ背負ってんな。うん、どんな感じ。おいいね、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 わかるね。防御力上げたいな。ブロック練習しとくか。よしよしよし。あー、根性下がっちゃった。まあまあまあ、こんなもんすよ。学園祭か。はいはい。いいね、ほんとね、こうやって、学生ってのは楽しいよね。嫌なことばっかりだってんの気もするけど。一年間にこれだけ、おーおーおおおなに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 、どうしたの、夏。あ、もしかしてお弁当作ってきてくれたんじゃないのかな、これ。あ、ひょっとしてこの前のお弁当作ってきてくれたんだ、ありがとう。やっぱ、あ、ハートマークがついちゃった。屋上行きましょう。二人きりの屋上に行きましょう。刺身だよ。俺が好きだって言ったの大丈夫？生物だけど。え、そんないろいろ見て調べてくれたの？いただきます。いいねー。何、屋上で女の子二人で手作り弁当って、なんか、腹立ってくんな。自分のキャラクターに腹立ってきたな。まったく。飲み物。お、飲み物まで、用意してくれてる？あ、違う、買ってきた？何買えばいいのかな。あつが好きそうなもん適当に買ってるか、どれにするかな。
やっぱね、スポーツドリンクも炭酸も違うでしょ。あ、強者じゃないの、お弁当なら。あれ、スポーツドリンクの良かったのかな。ね、どうだろう。うん、これでいいかな。うん、お、やっぱね、和のところがあるんだよ、夏には。うん、あったあった、よかったよかった。これやっぱお茶の方がいいな。うんうん、うんうんうん、お礼か。またここで新しいフラグ立てて、うまいな大輔は口がな。こうやって次の約束を作っていくわけだ。参考になるわ。お、手作り弁当を手に入れた。体力上がったぜ。いいね。ひなたの時とは大違いだね。ひなたのはすげえ甘かったから、確か。あ、危ない。ジャンプでかわす。うわ、ドゴン。ロベルト何してんの。お前でよかったよって、どういう意味だこの野郎。サンバイザー深すぎ。お前見えてんのか、お前。前世界目指してんのか、ロベルト。いや、お前の名前世界通用すると思うよ。ワールドカップいけると思うよ、お前多分。うんうん、いや別にロベルトのフラグは立てなくていいよ俺。ロベルトまで約束しなくていいよ。体力下がんのかよ。さっきせっかく上がったのに。ロベルトの野郎。じゃあ今月も体育館に行ってみましょうか。いるかな、夏は練習中かな。お、ラン。巻き込まれるのは嫌でしょうか。ちょっとね、物質棟にも行ってみたいんだよね。あ、物質棟ねえや、グラウンドだ。じゃあグラウンド行ってみよう。またロベルトになっちゃった。ロベルトになっちゃった。なんだよ。お前を付き合ってやるよ、練習に。サンバイザー深すぎ。俺がシュートを打てばいいのか。お前バレー部なのにな。おう、なるほどね。この勝負受けた。ハンバーガーをおごるってのどうだ。いいね。全然ダメか。なんで利き足で蹴ってねえんだよ。はい、左手で連れて右だ。よっしゃー。言えてなかったよ全然。それはダメだ。別にお前にサッカーで勝つつもりねえから、ハンバーガーぐらいおごってやるよ。でもハンバーガーってのがちょっと高校生らしくていいね。高校生ね、やっぱ帰り結構マックとか行くでしょ。マクドナルドって行ったりするでしょ。行ってましたよ。さあ学園祭。ショーマは何をやるんだ。腕相撲大会か。はいはいはい。おお、いいね。エプロンも似合う。相変わらずこの二人は、デコボココンビなんだから。焼きそば屋ね。はいはいはい。屋台。じゃ屋台行きますよ。おお。ロベルトは何だっけ、たこ焼きか。サッカーボールたこ焼き。はい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 。院長。ダンス大会な、あれまた難しいんだよな。じゃあまずは屋台村に行きます。夏のね、焼きそばを食べに行こうかと思いますよ。いただきます、いただきます。何回見てもこれちょっとダメな俺。これ食品衛生的にもどうなのこれ。裸エプロンで男が作ってるのがどうなのこれ。しかもイカ焼きってのはなこれな。
僕は自分が入っている部活バレー部の焼きそばを食べたいと思います。うん、しかも夏の手作りですからね。毎度あり夏はね、料理うまいですから。夏は料理うまいの俺知ってっから俺夏の手料理食ったことあっから。いやー、うん、よっと防御力カード、あー助かるね、防御力低いから。あー、じゃあどこ行こうかな。生徒会室とか行ってるよ。生徒会室っての何やってんの。あ、もうこいつの名前いい加減覚えよ。これちょっと説明書があるんで、このあれですよ、プレステのあのプラスチックのパッケージ、これに説明書がね、分厚い説明書入ってるんで今調べます。あ、表だ、表、いるべき表記、表、ジャスティス学園生徒会長、教師までも洗脳して学園を支配しているって書いてあるよ。すげえ怖いやつだな、お前、お前学園支配してんのか、危ねえやつだな。ひょう、やっと名前覚えました、ひょうね。お、ひょうとらん、うん、真相を話してもらう、学園を支配している件じゃねえの、もしかして。うん、あー、じゃあ俺ここはちょっとひょうの好感度を上げてみようか。らん、おおおおパラワー、お前やろい、ひょうさんうん、何ですって、すごいな、ボブのスパイがなんで屋台村に火を放ったのか。うん、いや、今日かっこいいなーこいつなーいや、これは傑作だあの女呼ばわりだよ。お、ありがとうございます、はい、ひょうさん。演劇見に行こうか。うん、もういいね、文化祭の演劇って面白いんだよな、うん、おおおおおお、濃い、すごい、これまだ先生こんな服装いいんかい、先生が。お、あれじゃないですか、演劇部の先輩じゃないですかなるほどね。お前どうしたんだその髪型。うん、全然何の演劇やったのか分かんねえなこれあー、京介のカツラを褒めてあげようか。京介いいじゃんそのカツラ。うんうんうん、嬉しそうじゃないか。おお、また視力が上がったのか。あー、ダンス大会か。これね、ダンスのね、やつ面白いんだけど難しくてね、あんま好きじゃないんだよね。パートナーは五輪高校の夏。夏と一緒にダンス大会出ますよ。さあ集中、よし。これね、途中からすげえ難しくなる。お、ティファニーすげえな、これ。右下がやらしいな、これ。これやらしいね。今回は夏だからね。イエーイ、レッツダンシング、ヘイブラザー、さあご機嫌なドキュワークダンスが始まるぜ、準備はいいか、シャーウェイゴー、よし、太ももに伝えるな、覚えよう、あれ間違った、あれ、おー、危ない、
トゥ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 。あー、でも良かったんじゃない？イエーイ。すげー回されてる。すげー回されてるよ。大丈夫かなこれ。バターになっちゃうぜ。いやー、でもよかった。なんとかね、ゲージマックスだったんじゃない？ねえ、いい調子でした。今回はよかった。おー、よかったよかったよかった。うん。夏もあんなに踊れるとは思わなかったよ。うん。ありがとうございます。おー、よかった。最後に笑顔が見れて。うん。おー。10月でございます。さて、まずはバレエ練習かな。はい。うん。スポーツの秋。なるほど。うん。いいね。あ、バレエ部結構やっぱ上がっ、バランスよく上がっていいね。そうだな、ここは防御力を補いたいところだけど、攻撃力調子を伸ばしていこうかね。うん、攻撃力と体力を上げましょう。うん、よしよしよし、いいぞいいぞ。うん、いいね。秋風気持ちいいんだよね。中間試験会だな。本当に学生みたいな気持ちになってきたよ。お、なんだ？俺、毎回ボーマンに好かれるな。うん、セッション嫌なんだろ？セッション許せないんだよ。これ言うと喜ぶんだろ、ボーマン。にっこり。照れんじゃねえよ。ほぼ赤くすんじゃねえよ。さてさて、あ、なんだ？おい、ロイ？意外なとこ来たな。うん。よかったら一緒乗ってかないか？え、ティファニー？うん。あー、じゃあまあ、一応次回、ティファニーを攻略する予定ですから、ロイと一緒に帰ってみようか、今回はね。男同士。オッケー、僕のリムジンでちょっとドライブして帰ろうぜ。レディーに詰めないんで、最低ねー。うん、ごめんね、ティファニー、ほんと。いや、ティファニーごめん。いや、ほんと、今度ね、今度たっぷり可愛がってあげるから。すっごい。あ、だから帰る、一緒に帰るシーンはないんか。じゃあどうしようかね。もう一回、体育館？流れさんにびっくりするぐらい興味がないから、別の場所行きます。いや、物質置いてみようか。さて、夏っちゃんはいるかな？あれ、昭和か。うん、昭和どうした？おーい、昭和。そういうような漫画のタイトルがありましたけど、お前、前髪下がってんの大丈夫か？バットもボコボコだしよ。たまに音聞いてやるよ。どうしたどうした？うん。背中に何、なんか刺さってんぞ、お前。うん。え？物質からガサガサ物音は？なんだなんだ？あ、じゃあバレーボール、俺はバレー部だからね。うん。よし、入るぞ。なに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 ？なんじゃないか。いや、ショーンは物質の中に何かいるから退治してほしいって。この野郎！このクソガキ！許さな！俺はお前許さないかんな！本当によ。何さらしてけつかんねえ。もうボッコボリじゃねえぞ、お前、こんなやろよ、お前よ。許さねえからな、お前、こんな、お前、お前、俺を使って、よりによって夏を、からかいやがって。あいつ、あいつには参ったな、ほんとにな。あいつダメだ、あいつダメだ。帽子の間から前髪出しすぎ。わかんない、カンだ、カンカン。問題。わかんない、わかんない、カンカンカン。カンでいきます。問題。カチャカチャ戦法で、カチャカチャ戦法でいきますんで。ごめんなさい。問題。早く当たったら星いっぱい出るから。
当たんねえな。問題。当たんねえ。当たんねえ。はい、ほら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 。あれ当たんねえ。問題。当たんねえ。答えわかんないからカチャカチャ戦法で。正解。おっちゃえ。ほらいっぱい出た。問題。ほら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 。当たれ当たれ当たれ。なんか問題ゲーマーとしては全くダメな感じだけど。正解。よかった、よかった。問題。怒られそうな気もするけど、俺にはこうするしかない。ほら当たった当たった。冴えてる冴えてる。最後も当ててこう当ててこう。ほら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 当たれ当たれ。あ、じゃあ3つ正解して、まあ、これで3つ正解すれば極端に下がるってことはないんじゃないかな。うん、ほら結構、ああ結構下がった。まあいいじゃないですか。11月五輪祭か。はいはいはい。なんだなんだ。うん。ストリートファイター3。ヒデオ先生。塾に行くところです。自分これから塾に行くところです。あ、はい。いや、まあこう、先生を攻略できるってのもすごいいいんだけどさ、いいんだけど、秀夫先生を攻略するっていう人は、どういうフェチなの？おっさんフェチってのもちょっと違う気がするんだけど。おっさんフェチだったら多分、このバレー部の先生の、沖田先生だっけ？沖田先生を攻略できるって方が嬉しいと思うよ、おっさん好きは。こういう濃いおっさん好きだもんね。あ、それかあれでも熱血ハヤト先生ね。スパイク練習しとこうかね。うん。うん。お、いいね。グーだ。うん。五輪祭な。五輪祭は種目選ぶやつか。何やろうかな。どうなんだ。わわ。あ、いててて。おっさんフェチだ。これはおっさんフェチからしたらたまらないだろうな、ハヤト先生。変わるまで競争しますよ、じゃあ。前もしたな。でもなんかパラメーター上がった気がするから、します。先生、早すぎるよ、うん。あ、ちょっと上がりましたね、体力がね。さて、じゃあ、今月も体育館行ってみましょうかね。はい。バレエの練習してるかな？お！してるようじゃないですか。バレエの見学を。さ、もう一本。うん。ん？てめえ、この野郎！またか、お前は。もう、からかうのは良くねえぞ、本当に。お前ムカつくな。お前本当に。はあ。うん。五輪祭の日は。うん。なるほどね。これは毎回のおなじみですよ。ラン。俺何やろうかな今回。まあ、バレー部だからね、バレーサービスエースがいいんじゃないね。バレーで相当鍛えてますから、これやっぱね、今まで鍛えた部分のところ、バレーの力見せていかないと。うん。さてさて、うるせえよこの野郎は。今一番嫌いだわ、翔太。あ、翔太じゃねえや、翔馬。翔太だ、お前なんて。翔太、うん、翔太っていたよ、高校時代。実際問題、翔太って名前のやつ、濡れせんべいみたいな顔してたけど。どんな例えで濡れせんべいみたいな。でもなんとなく想像できないですか、濡れせんべいみたいな顔面って。まあその翔太の話はいいよ。うん、はい、頑張っていきます。はい、おう、やってやるよ。うんうん、なるほどね。誰かのために、ここは夏のために。うん、この勝利を夏に捧げよう。よし、だったらここはね、下手なもん見せらんねえぞ。ましてやバレー部員ですからね、頑張れ。坊ちゃんみたいだな、なんかな。
夏のサービスです。よーし、頑張ります。うん、用意スタート。これがね、いまいちねー、わかんねんだけど。おい、こんなんでどうだ。お、ゼマリロ。この辺とかどうだ。ほら、お、いい感じだ。おい、まあ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 、まあいいや。じゃあこの正面でやってみようか。あー、弱すぎる。あー、でもまあ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 、悪くない悪くない。あー、じゃあの遠く狙ってみようか。ほら、あーあー、100だけか。じゃあこっち、また正面だな。ほら、お、いいんじゃない。おいねー、キャー、あの遠くをパワーマックスで。ほら、あ、同じじゃねー。あー、またマイナスだ。うわ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 、ここだここだ。あー、ダメだな、ダメだダメだダメだ、ちょい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 、こうか。なんだこれ、何やってんだ、なんちゅう顔してんの。そりゃあんな顔にもなるわ。うわ、これダメだったんじゃない、どうかな。うわ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 、うわ、しかも最下位だって。あ、あ、すいません、すいません。お前そんなひどいことで言わなくてもいいんじゃないのか。すいません学園長。うん、呆れられちゃったな。俺毎回呆れられてる気がすんな。いや、わかんねえんだタイミングが。なんかこの夏セクシーだねこれね。セクシー、うん、ありがとう。優しいな、この時でもな、そう言ってくれるのな。うわ、最下位とかひどいな。体育を売りにしてる学校でね、最下位になっちゃうってのはひどいね。さあ、でも今月ですよ。俺は体育じゃなくて恋愛したい盛りですから、今月のクリスマス、ここ狙っていくよ。お、いいねいいねいいね。上がる上がる。よし、じゃあ今月もスパイク練習だな。よし。これで攻撃力も、よし。あー、体育上がったな。よし、グーだ。うん、うん、そっか、期末試験があるのか。期末試験はガードするやつだったかな。うん、よし、これもね、だんだん慣れてきてはいるんだけど、いかんせんそう簡単にはいかないですよ。おお、ファイヤーアタックができるんだ俺。日向、おー、前妻。いいよ、だから、過去の女はいいよ。過去の言い方がひどいな。行くぜ、診察してみるわ。診察してごらんなさい。よーい、始め。ういよ。はい。おーとい。うわー、じゃあ今、角度がぐるって変わったからさ。あんなよ。始め。ほっ。下下下下上下上下上。おお、まあまあいいんじゃない。始め。下下下下下上。うわ、これ避けらんねえよ最後の。うわ、クソクソ全空だよ、うら。退学だよ。おめえ退学だよ。あ、でもまあ合格。よかったよかった。うん、ありがとうございます。うん、おー、上がった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 。さあ、でも問題は次ですよ。
今もう8連敗中です。2ラウンド目じゃないんだよ、俺にとってはもう9ラウンド目なんだよこれで。いやもう今月こそね、いやパラメーターはいい感じに上がってるから、今回こそそのセーラー服を赤く染め上げてやるぜ。よし、俺こそストリートファイター、俺こそストリートファイターだ、俺こそサガットだ。あ、でも体力ゲージマックスや。お、入った、いいぞ。あー当たんなかった。ほら、ほら、危ない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 、でもいい感じだよいい感じだよ。あー危ない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 、ここだ、よし入った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 、いけるいけるいける、だいぶ攻めろ攻めろ、よし攻めろ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 、よしいけるぞ、ほら攻めろ攻めろ、ここだここ当たった、おーしおーし、途中までいけてたろお前よ。いや惜しかったな、今までで一番良かったよね。いやだからこれはだから本当また3月ですよ、3月に対決する時になったらなかなかいけんじゃないかな、うん、待ってろよ次、まったく。はい、避難を戻しました、パシャパシャ、うん、危ないじゃないか、あ間違えちゃった。次の一面トップはこれで決まりだな、うん、ハートフルページ、あーハートフルページちゃんと載せといたよ、夏も見るだろうから。12月13日、お誕生日か、そうだそうだ誕生日、ピンポン、心なしがなんかチャイムの音も元気だ。おーよかった、夏来てくれた、誕生日おめでとう。はい、これこれちょっと渡せなかったからさ、何くれんの何くれんの、うん、何くれんのか全然想像もつかないな。うん。ああ恥ずかしいんですか、恥ずかしい。私が帰ってからにしてよって、こんなセリフ言われてみてえな。うん、ありがとう。うん。なんだろう、やってみよう。おい手紙、いや、いじらしいな、うん。何が書いてあるの、何が書いてあるかまで教えてくれよ、頼むから。何だったんだろうな、誕生日おめでとうみたいなバースデーメッセージかな。いや体育館行きますよ、いやよかった、おバレーボール、うん、バレーの紅白戦を見に行きますよ、うんうん、お結構ね疲れてる感じですね、でもなんかセクシーだね、うん、まあまあそういう時もありますよ。いやいや、レギュラーから踊ったらそんなことないよ。夏の実力ならね、いけますよ、全然。励ましてあげよう。メンタル弱ってるから。ほら、五輪祭の時も励ましてくれたじゃない。今回は俺が励ましてあげようよ。うん。いいこと言った。あー、よかったんじゃない？あれ、今、大輔って言われたな。来たな。ついに来たな。ガンガン上がっております。どうも、大輔です。はい、クリスマスだ、クリスマスで決めていくぜ、大輔君は決めていくぜ。おお、相変わらずすごいわけがわからない3人組、あれだな、バツいつもその格好だな、お前私服ねえのかお前。アキラも可愛いな、アキラの萌え袖好きだわ、あ、これ今まで気づかなかったけど、ガン、肉持ってんのか、これ。おー、いいね、夏。オレンジジュースかな？大人っぽい格好して。ネックレスなんかつけちゃってね。おっぱ、大きな甘えんで。あれだね、ショーマのパーカーいいね。うん。ロベルトもかっこいいよ、なんか。襟立ててんで、ロベルト。おー、先生方ね。相変わ
変わらず先生いやらしいっすね。ラン、うん、ランも可愛い。流れ先輩何も変わんねえないつもとな。うん、あ、ヒョウさん、ヒョウさんじゃないっすか。ヒョウさんいつもそれ何飲んでんすか、片手でワイングラスみたいに持ってるやつ。ダメですよ、高校生ですよね。高校生ブドウジュースだったらダサいっすよ。でもそんな持ち方して飲んでたら。でもこれ今気づいたけど、あれだね、後ろに吹奏楽部の先輩いるね。カノフィリアの、カノフィリアじゃないけど黒髪ロングのさ、あれ吹奏楽部の人ですよね。あ、意外と細かいとこ凝ってんだな。はい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 、クリスマスツリーを見に行くのは夏です。うん、おー、かわいい。あー、もう大好きだもん。うん、ありがとう。あ、やっぱ料理好きなんだな。そうだよ、俺だって夏の手料理食べたことあるから、夏の手料理の方が美味しい。あーい、ありがとうっす。おうおう、行きましょう行きましょう。中にはここの BGM いいよな、ロマンティックな感じね。まさに恋が始まるっていうような、恋人同士の二人きりの時間っていう BGM だよ。私なんかを誘うなんて、日向とか可愛い子もいたのに。俺は、夏と一緒だから、夏と一緒だ。全然言えてねえじゃん。全く噛んでないですけども、夏と一緒だと楽しいから。当たり前じゃないか。おう、おう、おう、おう。いつもね、ここのリアクションが毎回いいですよね、誘ったキャラクターね。からかわないでよ、もう。この後、多分、てんてんてんだと思うんですよ。ここがいいんだよ、毎回。毎回ここでね、キュンとするんだよね、この沈黙。うまいね、ここですぐに会話入れずに、考えさせるね。てんてんてん。何を考えているのかって。急に黙り込んでどうかしたの？うん、なんでもないわよ。ちょっとついにうじゃっただけ。いじらしいなぁ。優しいんだね。やっぱり大好きで一緒にいるとすごく落ち着くわ。あおう、あおう、ありがとうっす。ありがとうございます。はあ、いいね。いいゲームだね。面白いね、これ。はい。初詣。恋愛神社行きましょう、恋愛神社。ねえ。気になるのは、根性神社ってのもちょっと気になるけども。今は俺は恋愛したくてしょうがない。旬決まったのだか。うん。俺ね、なんとなくね、夏に会えそうな気がするんだよね。会えたら偶然だよ。会えたら偶然だけどね。着物を着てる夏に会えないかな。おちゃんと化粧してるね。口紅塗ってるね。お、いいじゃん、いいじゃん。似合ってるよ。すごいなんか大人に見えるね。おせち料理いいね。あ、照れてる。え、ダメダメ、なんでなんで、ダメダメって言いつつ嬉しそうなのがね、こうもうカップルの会話だよこれ。あ、かわいい、かわいい。意外とそういうとこあるんだ。ナスの好物、クリキントン。ありがとうございます。クリキントンもいただきました。え、全部クリキントンなの、5段？それはちょっと引くぞ。あ、お前、胸焼けするわ。でしょじゃないけど。でもそういうところが可愛いよ。そういうちょっと、なんだろう、ちょっと抜けてるとこも見せてほしいよね、やっぱりね。
そういうことを見せられる関係になっていきたいから。栗きんとん、うまかった。うまかった。なんだよ。栗きんとんかや。いいな。はい。バレー部。うん。あきょうめ。あきょうめことよ。いやー、今月も最近練習で、行きましょうね。はい。これまあ、攻撃力、体力、やっぱ上げときたいな。さてさて。あー、部活は変えませんよ。うん。そのままです。うん。バレー部を貫き通しますよ。お、なんだ？うん。理由がある。お！夏に作ってもらったお弁当のお礼に俺もお弁当を作ってみようということだ。さて、あまり料理そうではないから簡単なものしかできないけど、どんな弁当を作ろう？これね、和でしょ、絶対。絶対和だと思うよ。おにぎり弁当だと思うよ。うん。うん。そうだね、簡単だしね。頑張れよ、大輔。ちゃんと作れよ、お前。うん。ヘマすんじゃねえぞ。うん、うん。うん。は、それ。うわ、喜ぶ顔が早く見たいな。うん。うん。どうしたの？お弁当？お礼に作ってみたんだよ。夏食べてよ。はい、これ。ちょっと形が悪いけど。ひどい形、ひどい形か。夏ったら。おい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 あやっせい栗きんとんありがとうございます。すごく美味しい。大輔の愛情がたくさん詰まってるからね。この表情が見なかった。いやあと5分ぐらい見てようか。次行こう次行こう。夏。もう、いやもうこれカップルやん。うん。じゃ、食べて食べて、おにぎり。うん。ほんと、いや、ほんと嬉しかったのよの、ほんとがついてるのが、俺はほんとに嬉しい。うん。本当と本当で、やっぱりこの、お互いの感情を高め合える中って、すごくいい関係だと思うんだよね。ほんと、ほんとだよ。ちょっと何言ってるかわかんないけど。はい。テーピングの練習よかったら練習させてくれないかしら。あ、いいっすよ、全然。先生だったら。うん。服を脱いでみて、ちょっと、え？そんな大胆、大胆な。全部かい？全裸ですよ。全裸で今、テーピングされてんの？うん。全身テーピング？どういう状態になってんの俺今。え？ちょっと待って。ファーストキスやぞ。これ魔性の女だなー、この先生。こんな先生いいの？これ PTA に怒られるぞこれ。大丈夫かこれ。すごい先生だな。でも防御力、チューされて防御力上がったって下ネタかな。違う、テーピングされて防御力上がったんだ。じゃあ体育館行きましょうかね。周一さん？いやいや、もうお前の弟には散々世話になってるからな。わかります、さようなら。あなたとはやっていられません。じゃあ部室と行ってみようか。うん。お、日向と夏。うん、いい組み合わせだね。俺この二人のカップリングも好きですよ。うん。お、ケーキを食べに行くんだ。あー、ひなたケーキ好きだからね。ケーキの好みを聞く。松もケーキとか好きなのかね。あんまイメージないけど。うんうん。チョコでもなんでも歯応えがある方が好きだから、アーモンドケーキ。あー、いいねー。うん。なんで行けよお前、なんでさ断ってんだよお前。行け、ま、お前だから、お前はいいじゃん、二人のガールズトークに付き合ってやるのが男だろ。お前なんだよ。話、もう、頑張れ。あ、でもここですよ。ここ。2月14日バレンタイン。ここで欲しいなぁ、夏からの。
アーモンドチョコじゃないの、もしかして。先生お願いします。今月もよし、いいぞ。よしな、よし、よしよしよし、いいぞ。さてさて、バレンタインデーですよ。頼むぞー、これは。もしチョコレートもらえるんだったら、夏からのチョコレートが欲しいです。よし。俺今本当にガッツポーズしてるから。よし。なしじゃないか、何してるんだ。しかも下駄箱ですよ。あれじゃない、入れようとしてたんじゃないの、ロッカー、下駄箱の中に。なんでもないわよ。でもそこ俺の下駄箱なんだけど、ほらやっぱりベタなとこ見ちゃった、目撃しちゃった感じだね。使っちゃったから今渡すね。あーかーうわはへへ。手作りチョコレート、いやいつも本当夏には食べ物もらってばっかりだな。いやいや、意外と、なんかそういうとこな、あんま勇気ねえのな。それがいいわ、そのギャップだわ、ほんとに。夏はギャップ。あ、他の女の子のチョコが入ってたらどうしよう。いや、入ってねえだろ、あんな顔してるやつ。あんな顔してるやつ、ギリチョコももらえねえよ。おかしいね。ふふふ。かわいいこと言ってくれるよな。いや、いいねえ。お？京子先生？なに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 、ギリースか、もしかして。おー、ありがとうございます先生。いいチョコファームル、みんなもらいに来るんだ。そりゃこの先生からのチョコ欲しいよな。まあまあ良かったですよ、2個ももらえれば十分だよ。そうだね、ここでじゃあホワイトデーがまたありますよ、来月。よし、体育館行きますよ、じゃあ。夏はいるかな？わかんないぞ。でも行ってみようか。おー、夏が一人でいるよ。何してんだ？あ、モップがけよ。手伝いますよ、当たり前じゃないですか。あ、なんかこの夏の立ち絵初めて見たな。かわいいわ。わったわった。おー、夏のタオル。夏は結構赤面しやすいタイプだね。おー、いいね。お、特別練習か、バレー部の。スペシャルコース。一体どんな特訓なんだ。階段、遊園地、海。いや、この先生と遊園地行きたくないよ。海行ってみようか。海。寒い、冷たいな、確かにな。2月だよ、まだ。じゃあ別にプールでいいじゃん。学校にあるプール使わせてもらえよ。すごいな、この先生も。すごい個性を持ってる先生だな。お、夏ファイヤー、いけー、よし、来い。そうだよね、一応同じ部活だからね。おー、よかったよかった。その技使えるようになるのかな、もしかして。おーおー、いいね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 、すげえ上がった。お、ラストです、3月。
今回は2時間以内にまとまりそうかな。うん、はいはい、こんな感じかい。じゃあ最後はランニングしましょうかね。走ります。他に下がるパラメータもないし。うん、ありがとうございました。1年間ありがとうございました先生。はい、さてさて次は学年末試験か。これはなんだっけ、あー、あれだ、パラメータ、ゲージ減らすやつだ。はいはいはい。今回もね、ごめんなさい。もうこれもゲーマーとして非常に怒られることかもしれないですけど、卑怯なこと、卑怯な技を使わせていただきます。じゃないと俺できねえんだ、もう仕方ねえじゃん。はい。ね、必殺技でゲージを減らしますよ。行くぜ！行くぜ！自信が眩しいぜ！よーい！はい！始め！はい！お！お、すげえ変だこれ。めっちゃ変！なるほどね。へぇ！始め！空中でって書いてあったな、さっきな。ほ！あれ？こうか。おー！さすがバレー部。始め！はいよ。よし。そこまで。この。トリア。トリア。おー、いいね。合格。これはまたちょっとゲージが上がるな。うん。おー、いいね。さて、この後は、あ、ホワイトデーか。夏にね、返さないと。お返しをしないとね、ちゃんと。夏。これまた赤面ですよ、きっと。また下駄箱前か。うん。もう意識してんじゃん。今日3月14日だから、もしかして大輔からお返し、いや、何考えてんの私、バレンの練習に集中よってなってんじゃん。うん。え？あ、なるほど！逆にね、逆に夏の下駄箱の中に入れたんだ！うまい！大輔うまい！やることが！うん。どうかしたのか？しかもここで！バラさねえの。バラさねえ。うん。なんでもないよ。さあ帰ろう。さあ、言わねえ。うわー！これはいいわ！うん、いい演出すんな。うん。夏もちょっと戸惑ってる。さっきの何だったのかしら。遊園地。おうおうおう。うんうんうん。ああ、いいね。観覧車の夕焼け。俺のとっておきの場所なんだ。今日は何の日か知ってる？ああ、ここで切り出すんだ。いいね。ホワイトデーでしょ。ああ、よっしゃ。おお。わーおもうなんだろう、もうキュンキュンするね、本当にね、夏はね。すごいな。うん。俺からのお返しはないのかな、とか、思ってたりする。作詞だな、俺な。俺うまいわ。うん。少し。あ、でもいいんだよ、こうして誘ってくれただけで、誘ってくれたんだし、そんなのなくてもね。まだ気づいてないんだ、夏は。もうもらってんだぜ。実はもうちゃんと渡してあるよ。キャンディーが入っているやつをね。あ、もしかしてさっきの。あららららららら。ら大輔が私にくれたの？ピンポーン！正解。もう直接渡してくれればいいのに。他の男の子からだと思ってたからどう断ろうかなって考えちゃった。待って、他の男の子だったら断る？俺だったら？って私はどうでもいいもの目の前に誰がもう告白やん、これこれ告白だろ、私な、ね、キュンキュンするわいやー、近年稀に見るぐらい俺キュンキュンしてるわ。あ、キュンキュンスパイクが
夏のキュンキュンスパイクが俺のハートにド直球ですわ。いや、すごいな。いや、いいわ。またやっぱりこの夏のガタイのいい男まさりっていう設定がありきでキュンキュンですよ、やっぱり。見た目も可愛いしな、はあ、落ち着こう。よし、ラスト、桜戦。桜戦行こうぜ。今回で、9ラウンド目でございます。現在8連敗中。でもね、前回、ね、秋にやった時、結構いい勝負したから、今回正直俺ちょっとね、いける気がするんだよね。よし、勝ちに行こう。そのセーラー服、赤く染め上げてやるよ。よし、やるぞ。バレーボールの実力見せてやるよ。ファイナルラウンド、ファイト。お、いきなりや、かわしてくれ。入った。ほら、攻めろ攻めろ攻めろ、お前は攻撃力なら攻めろ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 、いけ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 、ひるむなひるむなひるむな、いけ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 、わあ、やばいやばいやばい、いけ、今だ、入った。決まったぜ。うわあ、初めて勝ちました。うわー、勝てたよ。桜に勝てたよ。うわー、よかったー。うわ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 。はあ。これもね、夏のおかげですよ。夏のキュンキュンスパイクのおかげ。本当に。いやー、よかった。いい一年間だったねー。大したことねえな、桜とかな。9敗1勝でございます。さて、この後牧場に行ってみよう。確かここで待ち合わせだったよな。誰だ、ここでボーマン出てきたらほんとぶん殴るぞ。データゲスト。そうしたら、おいっす、あざっす、あざっす。うん、来年何の用だったの。あ、お弁当、はい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 。やっぱね、夏のお弁当はね、手作りお弁当作ってくれるの嬉しいですよ、本当に。お、BGM か。いいねー、この BGM は毎回。身長も高いし、性格もこんなでしょ。あんまり人から女の子扱いされたことないから嬉しかったんだ、大好きなの。そうだよな。俺はこの1年間、夏を女の子としてずっと見てたもんね。うん。夏のお弁当、本当に美味しいよ。おう、いいねー。これやっぱね、下から見上げる目線っていうのはいいね。うん。うん。お弁当だけのことじゃない。おー、ほん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 。そういうこともできるよって。あー、なるほど。やっぱ女の子として見てほしかったから。ちょっと無理してお弁当作ってたんだ。料理代じゃなくて、私自身も女の子として接してくれた。そういうところをみんな込みで好きなだけさ。バレエが上手いところも、男勝りのところも、料理が上手なところも、みんな夏のいいところだろ。そう、ほんとそうだよ。俺がこの1年間を通して夏の魅力で感じたこと全部今言ってくれた、この大輔くんが。ほんと全部が夏のいいところなんだよ。うん、いいってことよ。これからも一緒にいてくれる。もちろんだよ、これからも夏のそばに。ここで終わりか。あの後、屋上で二人きりでね、大輔って名前を呼ばれた後に二人が何をしたかはここで終わりでございますよ。熱血青春日記はここまでですよね。ここから先は本格的な恋愛日記になってしまうので、まあね、もうほとんど恋人同士になった二人が屋上ですることなんて一つだけですよ。バレーの練習でしょ。パスの練習でしょ。いやいや、まあ本当に今回も良かったね。夏どうなるかと思ったけども、すっげえ可愛かったな。いや、やっぱね、この第一印象でやっぱアキラ日向がね、可愛いっていう風に言ってたけど、やっぱこの2人にも負けないぐらい今俺すっごい夏のことが好きになってますね。
でまたいい曲だなエンディングが。本当に毎回これも言うけど尾藤勲が一番のヒロインは尾藤勲だからね一番美味しいぞ持っていくから尾藤勲が。いい曲だよこれ。いやこの感動的なねラストのラストでエンディング曲で尾藤勲の熱い曲っていうのがねすげえいいねこれ。今回はねこの桜にも勝てましたよついに。いやーよかったね。勇気に変えよう覚えてきたよ明日の行方覚えてきたよ俺。いい曲だ。無事夏攻略いたしました。これからも二人は、恋のスパイクを打っていくことでしょ。素敵な日々をお送りくださいね。ありがとうございました。はい、そんな感じでね、今回この辺でお別れですけども、あ、どうも委員長お疲れ様でした。ありがとうございました。愛と友情のスープラトンはね、もちろん夏のダブルスカイアタックお願いしましょう。はい、キャラクターもね、完成しました。今回の大輔くんはですね、こんな感じのキャラクターになりました。うん、おー見た目は悪いけど、あ、でも攻撃力も高いし、他もゲージは普通、根性ゲージも3本。うん、おー、いろいろできるようになりましたよ。なかなかいいキャラクターじゃないですか。桜に勝ったっていうぐらいですからね、かなり、キャラクターとしても使える、実戦でも使える強いキャラクターになったと思います。以上です。ありがとうございました。